心を整えるというところで、今日はね、支骨筋、これにアプローチしていきたいなと思います、はい。最近流行りのね、手越さんの話をしていないと思いますけどね、手越渋谷ファンの方がもしいらっしゃったらすいませんということだけ言っておきます。まあちょっと最近飽きたんですよ、もう自分の挨拶に。はい、これからはいろんな人の挨拶を真似していきたいなと思って、はい、はい、これで離脱した人がいないことになります。はい、というわけで、今日はですね、ビジリと O 脚改善、はい、これをね、一緒にやっていきたいなと思うんですよ。はい、今までね、散々女性のボディメイク、はい、何から始めるっていう、はい、骨格を調整する、そうですね、骨格を整えるというところで、はい、今日はね、恥骨筋、これにアプローチしていきたいなと思います。恥、はい、骨ですよ、はい、恥部ですよ、はい、はい、で、まあ恥骨筋ね、どういう作用があるかっていうのは、まあ、その股関節をこうしっかり、ね、はまる、はい、今までこう深層外旋の時、お尻側の話をずっとしてましたけど、かの有名な杉山が、はい、トレーナーもね、言ってますけど、はい、股関節詰まり、はい、で大腰筋とか小骨筋、うん、はい、まあ、あと大腿長筋とか、はい、まあ、この辺の緊張を落とせば、まあ良くない人が多いんだけど、その3つの筋肉を取っても詰まりは取れない人っていうのは、まあ、恥骨筋がスパズム、はい、ね、スパズムって言いたいだけですけどスパズムを起こしてるっていうケースが非常に多いというふうにね、1年2年ぐらい前ですか、そうですね、ね、教えてもらって、うん、確かにやっぱり痛いですよね。痛いです。痛いってことは収縮不全を起こしてるわけなんですよ。収縮不全を起こしているということは、これ取らないと鍛えてるつもりでも、まあ、うまく鍛えられない、はい、っていうことなので、まずはその恥骨筋のスパズムを取ると。でスパズムを取ることで、しっかりその内転筋が入りやすくなって、はい、O 脚が改善したりとか、うん、まあ、そもそも股関節の緩みっていうのが、歪みっていうのがこう改善されるんで、お尻がきれいに使えて、小尻になると、はい、ね、フリッとした、ふんわりしたね、はい、ふんわりボディですよ、はい、ね、響きいいですね、はい、になるというわけなので、今日はね、その恥骨筋、ちょっとね、一人だと難しいんですけど、誰かパートナーにつけて一緒にやってみてください。というわけで、そのまま続きに行く前にね、いいねボタンを押してから続きの動画を見てください。では早速いってみましょう。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。まあ、恥骨筋に関しては以前にね、坂田さんが僕の方向筋のね、治療の動画で撮ったんですよ、やり方とか、はい、で、まあ、評価編は動画が来てすごい再生されてね、皆さん治療編を楽しみに待ってくれてたと思うんですけど、まあ、ちょっと僕のミスですね、まあ、その動画を消してしまうと、まあ、消しちゃったのか撮れてなかったのかちょっとわかんないんですけど、動画が見つからなくて、まあ、治療編公開できなかったんですけど、まあ、それもあるので、まあ、ぜひね、その恥骨筋の緩め方みたいなのはそのままちょっと見てもらうと嬉しいなと思うんですけど、ちょっとね、やっぱ恥骨筋という名前なんで、なかなか男性の僕が女性の今井さんに、まあ、別にできてるクライアントさんだったら全然大丈夫だと思うんですけど、まあ、初見の方だとね、ちょっと難しかったりするので、その辺だけ気をつけていただいて、恥骨、はい、上からボンと触っていって、一番上のところから、まあ、大体指3本外で、指3本外ぐらいにこう拍動、指に拍動しているところがあるので、指3本外側が恥骨質で、恥骨質から下ったところにこう拍動がありますから、まあ、その拍動の内側、内側を触ると痛いです。痛そうですね。痛いです。痛そう、結構痛い。で、まあ、こう痛みがあります、まあ、痛みがあるってことは、そのうまく収縮できてないんで、しゃがんだ時とかに詰まりが出る。で、まあ、それが結果として不細工な血、はい、になってくるので、まあ、ここもしっかり緊張を取っていきましょうということですね。半壊抑制って坂田さんが説明してくれたと思います。最大限その狙った筋肉を収縮させる、まあ、それで疲れさせて緩ませる、はい、多分ちょっと説明は間違ってると思うんで、その説明に関しては坂田さんと僕が喋ってる半壊抑制の動画を見てください。で、恥骨筋は屈曲、内転、外旋じゃないですか。なんですけど、まあ、そもそも詰まりがある人なんで、まあ、90度屈曲させちゃうと、それで詰まりを感じて不快な感じがあるんで、まあ、大体60度から70度くらいで、まあ、内転も同じで詰まりを感じやすいですから、まあ、外転させないぐらいで止めといて外旋します。この時に最後ら辺を一緒にこっちの方向に頑張ってもらいます。一回ゆっくりで収縮感じます。
はい、感じます。結構ね、やっぱなんか自己実現意識したことないから、はい、なかなかこう力入れにくいと思いますね。そうですね、まあ、それをこうしっかり助けてあげるですよ。だんだんこの付け根が疲れてきました。疲れてきました。まあ、大体6回ぐらいなんで。で、まあ、1回チェックしてみましょう。おー、さっきよりも痛みが落ちてますね。落ちますね。はい。多分もうあと5回とかやったらもっと落ちますし、はい、まあ、完全になくなるまで続けてもらっていいかなと。はい、なんで続けましょうか。最初よりもこのね、外旋の可動域が上がってますからね。うん、力を変えるように自分でこう。再チェックですね。おお、ほぼ痛みない。ほぼ痛みがなくなったと。で、まあ、これでしゃがんでみてスクワットした感覚とかをちょっとチェックしてみましょうか。おお、どうですか。股関節にしっかり体重が乗る感じが分かります。うんうんうん、こう力が抜けないという。ああ、いいですね。安定してます。安定してますね。 OK です。はい、というわけでね、チコつきについて、はい、まあ、女性で言えばそういうお尻の形を良くするためにその股関節の歪みを取るっていうので、まあ、内転筋側のアプローチ、はい、で、まあ、あと内ももですよね。内もものこの隙間、はい、まあ、程よい隙間はいいですけど、はい、まあ、やっぱり結構O脚に悩まれてる方とか、まあ、X O脚に悩まれてる方とか多いと思うんですけど、まあ、そういう人にしっかりチコつきスパズムを取って内転筋に力が入るようにしていく。なんで、まあ、そういうお客関係にも役立ちますし、これは別に美ボディに限らずです、はい、まあ、男性でも女性でも股関節の詰まりがなくなることで、うん、そのパフォーマンスの向上とか鍛えたいところが鍛えやすくなるので、はい、まあ、万人に、ね、はい、共通する、まあ、結局機能的に動けるっていうのは美しい体になるということなので、はい、まあ、ぜひ、ね、お客さんに試してみたりとか、まあ、パートナーで試してみてください。というわけで、ね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。